中山秀幸の有楽町で会いましょう。ブラジル料理っていうのはまあいろいろございますけれども、うん、基本はお肉だったり煮込みのお豆とかでご飯の上にかけたりするんですけども、はいはい、今日は、例えば日本でいうと大きな餃子を揚げたものみたいなパステオっていうんですね、うん、はいはい、よくおやつでいただきました、うん、それで、まあ、中にはひき肉、うん、ひき肉とかチーズとか卵、うん、ゆげで卵とか、うん、そういうのを入って揚げるんですよ、うん、あんまり国内ではブラジル、ね、ブラジル料理もずいぶん多いもんね最近はね。日本多いですね。多いよね。あ、ケバブとかもああいうのケバブはアラブだし、あら違うか、あ違うかケバブそうですね、ぽいやつはシュラスコでしょ。シュラスコかぽいやつ、ね、これねこれね、シュラスコね、肉はね切るのね、うんうん、あれはそうだよね、はい、そうあれグリルですね。いろんなお牛さんのパーツがね、だいたい16種類あるんですよブラジルはね。日本はさほどございませんが、でそれでもういろんなお肉をくるので、うん、でこういうプレートが乗っかってるんですけど、うん、もういらないって言ったら No thank you ってなってひっくり返って、それまで食べ放題ですね。ひたすら来るんだ。はい、あ美味しいもんね。だいたい 500g 食べられるんじゃないかな。なるほど、うん、あ、そのぐらい食べれる。私はね、そんなだブラジル帰った時3キロ太っちゃった。ほんとやっぱりねっていう感じ。食べれるんだ。はい、なるほど、それだけ美味しいってことですね。で宇宙戦艦ヤマトも僕じゃなくて他の方が歌ったんですよ最初。もともとはですか。でそれがプロデューサーがちょっと気に入らないっていうんで、で僕のとこ来たんですよ。だからすごいレコーディングはねもう苦労したんですよ。プロデューサーがすごいうるさい方でね。ああなるほど。あのロマンチックに、まあ、スローな曲が好き で、はい、で早い方もなんかロマンチックに歌ってくれて、はい、それであ分かりましたってスタジオ行くじゃないですか。そうすると宮川博先生追っかけてきてね、はい、佐々木君プロデューサーが何と言おうとこれは元気よく歌える。あ意見が違うんですよ。全然違う。なるほど。もうどうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ、本当どうすりゃいいんだ、ね、もう百発になっていやーとんかってあそれだって言われて、で皆さんそれ一致したわけですか。そうですね。そこにもうだから最後の頃は声が出なくなってカスカスになってね、でもその悲壮感がいいんだと。うわそうか、地球滅亡まであと何日っていうその世界観がねこの歌にまた込めたという思いがあるでしょう。本当に悪友さんですから作詞が。そうだから譜面もらった時はびっくりしましたよ、ね、作詞悪友作曲宮川博、うん、ああ俺もこんな超一流の全部仕事ができるんだ。もうすごい方たちの嬉しかったですね。作品ですもんね。リーダーは僕たち全員がリーダーです。はい、そうなんです。あリーダーいないです。はい、リーダーは不在でやってるんだ。はい、はい、あもう決めない。ちょっと、まあ、性格がバラバラする、うん、まとめられないです、はい、まとめられないから、はい、じゃあそれぞれでやります。自分のことは自分で。そうです。もう大人だから、はい、自分のことは自分でやろうという、はい、みんなでうまくやってみんな長けてるところはすごい長けてるんですけど、うん、その分抜けてるところは人より抜けてる。そうなんです、はい、なるほど。その辺はじゃあそれぞれできる人たちが補っていくという、はいはい、道間違えてたら教えてあげる、はいはいはい、ねということだよね、はいはい、ユニオデという名前はどこから来たんですか。うん、ユニオンっていう団結っていうのと あとワン一つになるっていうのが合わさって、うん、応援してくださる方や、うん、僕たちを支えてくれるスタッフや、うん、あとユニオンの5人が一つになって頑張っていこうっていう意味を込めて、うん、ユニオンでと。ユニオンで。なるほど、団結ってことですね。はい、